どうも、アキです。パワプラアプリやっていきます。今回はこちらの救援天空中央高校ガチャを追加で50連回していきたいと思います。はい、今回の天空中央高校においてこのシナリオキャラがあまりに強すぎるので、ちょっと天空をね、極めていく上で、ぜひね、キャラクター持っておきたいんですよね。はい、そういう理由で今回追加回しやっていきたいと思います。今、この天空中央高校のキャラが、各レアリティにおいて確率アップしておりまして、さらに SR 以上確率アップという状況なので、まあ、この4キャラクターの SR ね、非常に引きやすい状態にはなっていると思います。はい。一応確認しておきますと、僕が今持ってるのはこの東雲のみ。はい。虹谷は姉も弟も持っておりません。あと雷も持っていないので、ぜひ狙っていきたいですね。はい。まあ、一応ね、シナリオ高校のキャラクターなので、まあ、随時ガチャからは出てくるんですが、まあ、なるべく早く手に入れておきたいですよね。はい。この高校そしてほんと強そうなんで。ちょっと1枚欲しい。ではやっていきましょう。お願いします。まず10連目。60連目ですね。お、虹赤びっくりググググキランよし !PSR 来た !PSR 来たよしよしよし頼む天空の誰か、お !2 枚来てるしかも天空の誰か来い東雲はいいよ、もう。東雲はもういいよ。雷に関しては R すら引いてなかったっていうね。コツもいいですよね、本当に。素晴らしいよね、コツが。で、もちろん野手にもちゃんと金徳教えてくれるんで。頼む東雲。こいつもコツいいですよね。広角阿部比っていうのが素晴らしすぎますね。で、守備系で早急守備職人。だって、小田切なんて、この、ここしか持ってないですからね。小田切にこれとこれが得能あったらもうやばいよねっていう。いや、ちょっと、対比がわかんないですね。よし、行きましょう !PSR 誰来るのかな、おおおお、激レア、激アラってことは SR で虹谷。お姉ちゃん来ましたね。はい。まあまあまあ、これは解放をね、今後進めていきましょう。頑張って。こうやって1枚持ってれば、さっきも言った通りね、通常のガチャから排出されるので、ありがたいですね。オッケー。まだ僕ね、使ってないんですよ。ただいろいろ噂は聞いていて、なんか、あれかな、好感度が上がりやすいみたいなの聞いた気がする。なんかイベントがとにかく良くなるんですよね。まず使ってみたいと思います。ここに誠って書いてありますね。さあ、PSR は誰だこれは笑わざるを得ない。これはさすがにこういう笑いをせざるを得ない。これ今思うとあれだな。買いキャラになってなかったな、人気投票、こいつ。これはちょっと笑わざるを得ない。あ、でもなんか修正来たんだっけか、また使ってみましょう。はい。あ、でも OK です、OK です。まあその PSR は置いておいて、はい、虹谷に引けたので、よしとしましょう、これは。OK! 幸先いい10連でしたね。ちょっとどうせ、ボックス整理を一回しないといけないので、そういう点もあって、解放チャレンジまずしてみましょう。僕、SR も持っていなかったので、小高に関しては。PR を確保しておりました。はい。ただそろそろ、あれですよね、ボックスの数、ね、広げてほしいですよね、そろそろ。さあ、解放したいね。スッスッと。さあ、行きましょう。来い。解放来い。いやー、PSR の解放は闇。2日連続。はい。ということで、あと3体食わせればいいんで、とりあえず虹谷に適当に食わせましょう。スッ、スッ、そして、スッ、スッ、よし、これで OK。よし、ではあと、40連ですね。まだ10連しかやってなかった。あと40連やっていきましょう。さあ、これがなので70連目ですね、このガチャに関しては。はい。あ、前回のガチャ動画まだ見てないっていう方は右上のカードか、まあ、今回動画の最後に貼り付けておくので、そちらからね、ぜひご覧ください。あと概要欄にも一応貼っておきます。まあさすがにそうだよな、出ないよ。もう10体壊せないと、あ、そっか、もう10体壊せよ、後で。 OK。さあ、80連目行きましょう。頼むよ。雷、虹谷、出て、お願い、マジでお願い。雷、虹谷、よしよし、確率アップしてるからね。頼むよ。さあ、よしよしよし、確率アップしてるから。
まあ今回ね、結構いろんな方、ツイッターとか見てても、すごい皆さん弾いてらっしゃるので、かなり確率がいいんだと思います。はい。おっ！終えたか？各レアリティにおける出現率アップとは？各レアリティにおける出現率アップとは両方プラス5ですね。はい、切り替えていきましょう。ちょっと待って、りょうちんって僕 PSR 持ってましたっけ確か。あ、やっぱり？また PSR の上限解放チャレンジ。最近多いな、PSR の上限解放チャレンジが。もう行きましょう。これは攻めます。はい。さあ、来て、お願い。PSR の解放は闇。いや、シナリオキャラ引きたいのよ。SR、まあ、SR 嬉しいんですけどね、もちろん。もちろん嬉しいんですけど、ぜひぜひシナリオキャラを引かせてくれ。ちょっと一回整理しておきましょう。おお、あと3体壊したいんだが、食わせるものがないので、よし、 OK。 いや、特に野手の方がねちょっと楽しかったんで、野手の方を引きたいんですよね。うん、野手の方引きたい。あ、ちなみにもともとボックス整理してても、もう数的にねかなり辛いんですよね。なので早く本当に頼むよ。ボックスの数そろそろ広げようぜ。はい、ということで、あと20連やっていきましょう。頼むよ。これがなので90連目かな。90連目、お願いします。うん、ザ・PR 演出ですね、これが。PR 確定演出だな。あ、でも守るの PR ナイス。はい、 OK。 ラスト頼む頼む。どっちか出て、どっちか出て、こうか、どっちか出て。さあ、ラスト行きましょう。頼むよ、マジでお願いします。頼む、グググ赤背景来い、赤い毛来い。よしよしよし、来た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 。頼む頼む、最後に頼む。どっちか来てくれ、お願い、マジでお願い、マジでお願い、マジでお願い。うわー各レアリティにおける出現率アップとは、各レアリティにおける出現率アップとは、これはこれは厳しいガチャになりましたね。これは厳しいガチャになりましたね。はい。特に雷がね、正直欲しかったんですよね。もう解放、虹谷とかね、虹谷兄弟は結構解放が前提になってくると思うんですけど、雷はとりあえず持っているだけでよかったんで、もうそれで、35で。まあでも、キバのね、はい。マネージャーキバが、キバじゃない。虹谷、マネージャー虹谷が来たので、そこはポジティブに行きましょう。うん。ポジティブに。レッツポジティブシンキングですね。はい。いや、でもまあ、SR の確率は本当にこのガチャ良さそうですね。そこはもう僕だけじゃなくていい。うん。いろいろ見るにめっちゃ良さそうなんで、ぜひぜひ、ちょっとこの際手に入れておきたいという方は引いてみてください。はい。ということで、守る、暁守る来い。おー、いいね。ってなってくると、SR 選択ガチャ券守るにして、これプラス5にしようかななんて思うんですよね。こっちは強いですからね。通常守るはあんまですけど、こっちはめっちゃ強いんで。はい。あと、変なキャラクターができたような気がするんで、やっておきましょう。チャライかな？チャライがプラス5になるんじゃないか？これが通れば。チャライ？チャライとかのネーミング結構好きですけどね。このチャラそうな格好でチャライっていう。はい。あとこれもできますね。ちょっと今回の高校のキャラクターに関しては R とかもいっぱい引いてるので、解放の仕方を考えるので、まあ、今回はまだ解放やめておこうかなと思います。もしかしたらね、まだプラスで引いていくかもしれないので、はい。ということで、有能肩キャラ、有能肩キャラのどうかな、納金ダンジョン超えるのかなっていうところですよね。まあただ僕自身もう3回目とか2回目とかで8000点とか出せてるので、今までね
納期に関してもそんなにすぐこんな経験点出なかったんで、まあ1万点ぐらいはうまい立ち回りすれば絶対出ると思うんですよね。はい、もっと立ち回りをね見つけていきましょう。よし、オッケー。というわけで今回もご視聴いただきありがとうございました。この動画が良ければぜひともチャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。はい、ということでパワプロのガチャ動画いつも楽しみにしてるよと、まあ PSR 小高ちゃんにも負けずに今後もガチャ頑張ってくださいという方、ぜひねグッドボタンを押していってください。はい、ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。まあ天空のね、はい、攻略は随時頑張っていきたいと思います。ということで残念ながら雷そして虹谷ね引けなかったので、ちょっとここプラス5で固定してるよっていう方、ぜひぜひツイッターとかに連絡いただければ嬉しいです。はい、フレンドになってもいいよっていう方、特に雷ね、今後ちょっと安いサクセスいろいろ極めていきたいなと思いますので、雷プラス5固定とかの方いらっしゃれば、ぜひツイッター、アキットマーク、アキゲーム TV の方までご連絡いただければ嬉しいです。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。アディオス。